スーシモン自動車用品の癖ですいつもご視聴ありがとうございます今日はですね洗車磨きコーティングトヨタカローラアクシオ5速マニュアル過去動画でエンジンルームを徹底洗浄カウルトップパネル PP バンパースプレーで塗装仕上げほこりだらけのエンジンルームがピカピカツヤツヤになりました 今回は徹底洗車、徹底磨き、高級ガラスコーティング施工です目立つ傷やひどい汚れはありませんが洗車では洗わない箇所、汚れが溜まっていますヒューエルリッド開けます真っ黒黒ずみ汚れ 白い塗装、ピカピカに見えますが、近づくと洗車傷など細かい傷が多数ありますフロント側、ジャッキアップジャッキスタンドを設置しますジャッキを下げますジャッキスタンドのかかり具合確認リア側、ジャッキアップ ジャッキを下げますジャッキスタンドのかかり具合確認パーキングブレーキ解除しますフロント側ホイールベアリングや足回りにガタやイオンはないか点検リア側ホイールベアリングや足回りにガタやイオンはないか点検 高圧洗浄機でタイヤホイールを洗いますタイイヤホイール泡洗浄ホイールカバーマジックリンで汚れ落とし裏側も洗います。 鉄ホイール、マジックリンで徹底洗浄リア側、タイヤホイール洗いますホイールカバーで隠れていないところが錆びています電動インパクトレンチでホイールナットを緩めて外しますホイール外します フロントブレーキパッド残量点検残量は80%程度ありますキャリパーピストン点検リアブレーキホイールシリンダー点検残量は80%程度ありました下回り全体を高圧洗浄機で洗います オイル漏れや下回りの損傷はありませんでした。タイヤハウスは汚れがたまりやすいので、しっかり洗います。ダイソーのトイレブラシタイヤハウス泡洗浄をトイレブラシでこすり洗い。 フロントサスペンション泡洗浄を洗浄ブラシで叩き洗いブレーキキャリパーも洗いますリア側足回りパイハウス高圧洗浄機のノズルを近づけてくっついている汚れを水圧で飛ばします 泡洗浄ブラシでこすり洗いロッカーパネルもしっかり洗います マットガードとリアバンパーの境目の汚れ黒ずみ汚れが残っていますエンジンオイル交換オイルエレメント交換ホイオイルの錆びナイロンたわしで削り落とします。 シリコンオフで脱脂をしますシリコンラッカースプレー艶消しブラック強い塗膜耐久性に優れています塗料が乾きました綺麗に塗れましたホイール取り付けます電動インパクトレンチで仮締め 固形のタイヤワックス塗りますギラギラテカテカしない自然なツヤホイールナットを適正トルクで締めますホイールカバー取り付けます次はボディの洗車です 砂ぼこりなど水で洗い流しますホームセンター高難軸圧式洗車クリーナー濃縮カーシャンプーが入っています仕上げ用バフと同じ材質のスポンジです 優しくこすり洗い、洗剤をしっかり洗い流します。ルーフモール外してみます。汚れがたまっています。左右のルーフモールを外しました。 汚れは簡単に落ちそうです。アマゾンで購入した洗車ブラシ5本セット。ハードブラシを使います。泡噴射。ハードブラシで汚れをかき出します。こびりついていない汚れは簡単に落ちます。 ガラスモールとルーフパネルの隙間汚れ除去します。リア周りトランクパネル。リア側にシマ周りの黒ずみ汚れ。 ハードブラシを試してみます。全く落ちません。トヨタエンブレムは綺麗になりました。マイクロブラシを使います。リアフェンダー洗います。 リアバンパー、洗います。リアバンパーとリアフェンダーの隙間は、ブラシを使います。前後のドア、洗います。ドアガラスモールは、ミディアムブラシを使いました。 アミラースキマ汚れはマイクロブラシアウターハンドルのスキマ汚れミディアムブラシフロント周り洗いますフロントガラスボンネット優しくこすり洗いフロントグリルは ソフトブラシを使いましたフロントバンパー黒い樹脂部分はミディアムブラシですドアを開けたところ汚れを洗います ドアの内側、ひどい汚れはありませんでしたトランクを開けたところは汚れがたまっています水をかけながらハードブラシでこすり洗い。 頑固な黒ずみはマジックリン真っ白きれいになりましたガソリン給油口。ハードブラシでこすり洗い。 油汚れ強力分解マジックリンクローズミ汚れ、綺麗に落ちましたシュアラスターの粘土クリーナーに付属しているフィルムで鉄粉の付着を確認します。 鉄粉はびっしりついていませんが、多少のざらつきはあります。コーティング専門店の鉄粉クリーナー、試してみます。ムラなく塗装面にスプレー。液剤が鉄粉を溶かして紫色になっています。スプレーしてから5分程度待ちます。柔らかいハケで液剤を塗り伸ばしながら、 軽くこすりました水で洗い流しますルーフパネルの鉄粉除去鉄粉が溶けて紫色に変色ハケで液剤を塗り伸ばしながらこすります水でしっかり洗い流します ボディ全体をコーティング専門店の鉄粉クリーナーで鉄粉除去しました塗装面のざらつきはほぼ取れていますほんの少し鉄粉が残っているようなので粘土クリーナーで仕上げました粘土クリーナーに目立つ鉄粉汚れの付着はありませんでした劣化したステッカーを剥がします。 ガラスのステッカーを剥がすためのスクレイパーガラスに傷がつかないようにガラスクリーナーをスプレーしてからスクレイパーで剥がしました次はポリッシャー磨きですガラスモールカウルトップパネルをマスキングしています一見するとピカピカツヤツヤのボンネットですが細かい傷が たくさんついています Amazon で購入したウールバフ粗め、中め、細め、中めを使いますダブルアクションポリッシャー RSE1250 回転数を4に設定しましたコンパウンドは 3M の磨き 1L ごく細め コンパウンドを塗り伸ばしてからスイッチオン。一度に広範囲を磨かず、30センチ指標ごとの磨きを繰り返します。洗車傷など細かい傷を消しています。 ボンネット1回目の磨きが終わりました中目から細めのバフに変えますコンパウンドは 3M の磨き 2L 超微粒子1回目と同じ手順で2回目磨きます1回目の磨きでピカピカになっていますがさらに艶出しをして表面仕上げにしています 二回目の磨きが終わりました洗車傷はほぼ消えましたルーフモール取り付け部分に残っている黒ずみ汚れ傷消し用コンパウンドを使います汚れがきれいに落ちます ごく細めのコンパウンドで仕上げ磨き艶出し残っている黒ずみ汚れ徹底除去ルーフパネル中目バフとごく細め磨き 1L で傷けし磨き。 細めバフと超微粒子磨き 2L で表面仕上げルーフパネル磨き終わりましたリアガーニッシュ周りの黒ずみ汚れが目立ちますリアガーニッシュを外します 隠れているところは汚れが溜まっています湿らせたクロスでホコリ汚れを拭き取ります頑固な黒ずみ汚れは傷消し用コンパウンドを使います力を入れてこすります 黒ずみが消えます黒ずみ落とし終わりましたテールランプも外してみますテールランプ取り付け部分もホコリ汚れがたまっています 水を流しながら固めの洗浄グラスで汚れを剥がしますシリコン成分が入っているごく細めコンパウンドで仕上げ磨きと撥水加工ツヤツヤです。 トランクのポリッシャー磨きステッカーの剥がし跡。きれいに落ちましたリアバンパーに洗浄の傷。ポリッシャーで磨きます取れましたリアバンパーのステッカー剥がしヒートガンで温めると ステッカーが柔らかくなり剥がれやすくなりますステッカーの剥がし跡が残っていますシリコンオフを試してみますシリコンオフをスプレークロースでこすりながら拭きます完全除去できましたリアフェンダー磨きます リアバンパー磨きます。トランク周り、ほぼ新車の状態です。フロントフェンダーの磨き。フロントバンパーの磨き。ドアミラーカバー、つや消しになっています。仕上げ用のスポンジバフと超微粒子コンパウンドを使いました。 プラスチックパーツは塗装が剥がれやすいので、優しく磨いています。ツヤが復活しました。ドアミラー周りはポリッシャーで磨くことができません。アウターハンドル周りもポリッシャー磨きができません。アウターハンドルを外すことにしました。 ドアミラーも外すことにしましたリアドアのアウターハンドルも外します湿らせたクロスでホコリ汚れを拭き取ります傷消し用コンパウンドで頑固な黒ずみ汚れ落としますアウターハンドル取り付け部分の掃除です 直径5 0ミリ、小さいスポンジバフごく細めのコンパウンドツヤツヤですフロントドアとリアドアのポリッシャー磨きドアの磨き終わりましたツヤ消しになっているアウターハンドルはごく細めコンパウンド 手で磨きますピカピカです左側もドアミラーアウターハンドルを取り外して仕上げましたマッドガード外しますマッドガードで隠れていたところ洗います 頑固な汚れは、傷づけし用コンパウンドシリコンが入っているコンパウンドで、艶出しと撥水加工マットガードをマジックリンで洗います頑固な黒ずみ汚れ、傷づけし用コンパウンド取れました コンパウンドの磨きカスを水で洗い流します。ボディ全体、水分が残らないように拭き取ります。ドアミラーの取り付け部分、水滴が出なくなるまで何度も拭き取ります。アウターハンドル周りもしっかり拭き取ります。給油口も水分が残っているのできっちり、 拭き取ります。水分が残っている状態でコーティングするとシミになってしまいます。シリコンオフでボディ全体を脱脂します。ガラスモールにマスキングテープを貼ります。ハイテク X ワンボディコート材8500を塗ってからさらにハイテク X ワン ダイヤモンドコートを塗ります未使用のマイクロファイバークロス3枚用意します1番が粗吹き2番が中吹き3番が仕上げ拭きコーティング剤塗り込み用スポンジに液剤を適量垂らしますボンネットの左半分にコーティング剤を塗り込みます スポンジに液剤を補充しながら、塗り込みます。次は、ボンネットの右半分、液剤を塗り込みます。 一番の粗吹き用マイクロファイバークロスでコーティング剤を拭き取ります。ボンネットの左半分からしっかり拭き取ります。次はボンネットの右半分を拭き取ります。二番の中吹き用マイクロファイバークロスで粗吹きでは拭き取りきれなかった。 液剤を拭き取りますボンネットの左半分から右半分粗吹きと同じ手順です三番の仕上げ用マイクロファイバークロスで拭き残しがないようにきっちり拭き取ります拭き残しがないかよく見て確認 ルーフパネルは右半分と左半分を2分割にしてコーティング施工しました。右半分コーティング材の塗り込みと拭き取り。左半分コーティング材の塗り込みと拭き取り。トランクパネルフロントフェンダードアミラーカバーフロントドアリアドアリアフェンダー。 フロントバンパーリアバンパー1回目のコーティング施工が終わってから2時間待ちますダイヤモンドの粒子が入っているハイテク X1 ダイヤモンドコート強い被膜超撥水1回目と同じ手順でダイヤモンドコートを施工しましまた完成しました。 ソリッドの白色塗装にクリアを塗り重ねたような仕上がりです深みと厚みのあるカローラとは思えない質感ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします